こんにちは、ドクターネッケスです。僕降臨クエスト全部アップしてってるつもりが全然アップしてなくて、例えばこのアイゼン降臨やってなかったんで、まあ、ちょうどいい機会なんでやってみたいと思います。で、アイゼン降臨の極級キャラは無月イチゴだけでいけます。で、イチゴのリンク紹介です。アクセサリーは 16% アップ、 20% アップ、必殺技 100% アップ、体力 24% アップ、通常16、20の強攻撃12、16、クールタイム短縮 6% というなんかまあバランス型ですね。で、フレンドを連れてかずやっていきたいと思います。一回試しでやったらね、なんだ、途中で必殺技暴発とかして、もうええやーってなったんだけど、いや途中で必殺技使ってもいいかなっていうのは思いましたね。なんでかっていうと、この無月イチゴだと必殺技レベルマックスで必殺技の攻撃力2倍、転身体でさらに2倍で、弱点属性でさらに2倍、一発打つとね8倍のダメージいくんですよ。アイゼンが溶けます。危ねえ危ねえ、もう昨日おととい登場で、ああ間違えた、まあいっか。いやここで強酸打つはずだったのに間違えて逆で打っちゃった。なんか操作悪いな、ちょっと待って、大丈夫かな。強攻撃2と3がすごく優秀ですね。まあ一応今までしっかり当たればねいいんですけど、で次が大量に湧くところで無月で一気に、最後のアイゼンの無月はあえて飛ばさずに行こうか。僕はね、やっぱね、イチゴは強攻撃強くていいと思うんですよね。チャッピーでそれを殺すのはもったいないと思うんだな。今、ギリギリの間合いだったな。さあ最後です。無月の無月たるところを見せましょう。一瞬で終わらせてやる。無月。降臨アイゼンを一発。こんなもんかよ、こんなもんかよ。はい、そしてドロップもするっていうね、優秀でございますって感じで、アイゼン降臨がものすごく速くなりました。
いやー無限強いっす。もうちょいでね、アイゼンの宝玉アイゼンのレベルもマックスになりますんで、そしたらキャラクター紹介もいけると思います。今回はここまで。以上ドクターネッケでした。お疲れ様でした。